さあ無修正動画やってみますよ。今日はですね、皆さんお待ちかねの、これまだ言わない方やなっていうぐらい待ってたと思いますけど、コロナウイルスですね。俺も 学者でも医者でもないから、このコロナウイルスが、危険なのか何なのかみたいな、まあもちろん危険だろうけど、死者が出てるわけだから言うつもりはなくて、ただね、事実ベースっていうのは医者だろうが学者じゃなかろう、医者じゃなかろうが言えるわけですよね。で、今日はこの事実ベースに基づいて僕の見解を述べますと。で、ぶっちゃけ経済的にやっぱりね、アメリカうまいっすよ。うまいうまい、本当にうまいよ。一石二鳥ですよ。あんだけアメリカって騒いだじゃん。アメリカあんだけ騒いだでしょ。で、まあ結局さ、中国のね、まあ主席も言ってる通り、アメリカ騒ぎすぎだよねと、過剰に反応しすぎなんだよと、アメリカがね、あんだけそのウイルスの対策の施設があるのにもかかわらず、なんでこんなに騒ぐんだと。だからこれで騒いで、やっぱり中国は痛手なんだよね。何が痛手かって、やっぱり経済が落ちるからね。だから経済的に優位に立てるのはアメリカだっていうのは僕は思った一個で、確かにアメリカ騒ぎすぎ、なんで騒ぎすぎかって、コロナウイルス、まあ、これは皆さんもそうなんだけども、新しいものに過剰に反応しすぎなんですよ、みんな。ただ、もともとさ、アメリカって、その、インフルエンザで、2019年から20年の間だっけな、もともとだよ、1400万人ぐらいの感染者を出してるんですよ、インフルエンザだよ。で、実際に死者も8000人ぐらい死んでるんですよ。で、これ、2017年のめちゃめちゃ流行ってた時期は、何人ぐらいだっけな、もっと死んでたと思うんだよね。6万人ぐらい感染してて、実際にもうちょっと死んでるみたいな。だからどっちかっていうと、コロナウイルスよりも今目の前にあるインフルエンザの方が対策めちゃめちゃしないといけないんだよね、アメリカって。で、そっちの方がめちゃめちゃ大事なのに、めちゃめちゃもっと大事なのに、コロナウイルスってあんだけ騒いでるんだけど、まあそれを騒ぐことによって、逆に国民もマスクをしてね、手洗いをしてって健康意識が高まるから、それが結果的にインフルエンザの予防にもつながるじゃないですか。だから俺がまあアメリカの なんだろうな、まあアメリカ側であったら、もうめちゃめちゃ中国やばい、あいつらやばい、もうコロナウイルスもう世界を破滅するバイオハザードだみたいなことを言っといて、で、まあ経済的にもちょっと優位に立って、で、さらに、自分の国インフルエンザどうせ流行ってるから、手洗いうがいしっかりしなさいねみたいな告知にもつながるみたいな、それで結果的にインフルエンザの予防にもなって、自国もいいみたいな、ウィンウィンだよね。一石二鳥ですよね。だから俺はやっぱりうまいなと思ったね、アメリカはね。だからこういう視点ってみんな持ってたから、持ってないんじゃないかな。持ってないと思うよね。だからみんなコロナウイルス危ない危ない言ってんだけども、いやいや、新しいものは確かに危ないし、何かわからないけども、ね、警戒が必要だけども、ただ今目の前にあるインフルエンザも相当やべえぞと、そもそもでやべえぞっていう話だから、みんな過剰に反応しすぎだよね。結構過剰に反応しすぎ。テレビもテレビでさ、あれね、なんか良くないよね。なんか日常化してるから、インフルエンザがもう飽きてるからあんだけ言ってないだけで、でも実はインフルエンザが危ないから。で、実際数値ベースでもインフルエンザの方が危ないじゃん。4500万人ぐらいが感染したんじゃなかったっけな、アメリカで。まあ、そんな、なんか、読んだことあるわ、俺前。2017年ぐらいにね。で、とにかく2017年じゃなくて、その19年から20年の1年間でも相当死者出してますから、8000人っていうね。それがね、1人2人ね、今アメリカ11人感染だっけ、確認できてて、1人2人死んじゃいました、みたいな。いや、そりゃさ、インフルエンザしっかりまずは見なさいよと。ね、まだ騒ぐことじゃないでしょう。危ないよ、危ないよ、コロナ危ないよと。危ないっていう前提で、ただ危ない、どちらにしろ危ないけども、そもそもそこまで騒ぐ前に、インフルエンザで騒いだ方がいいんじゃないのっていうところは、俺はめちゃめちゃ思ったっていうことです。はい、以上です。さよなら。これも無修正ですから、もう全部カットなしであげますわ。